閲覧注意、トラウマナンバーワン映画関心領域の解説。子供たちの楽しげな声が聞こえてきます。とても幸せそうな家族の風景、その先に黒いモクモクとした煙が上がっています。パン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 、音がします。声がします。でも壁を隔てて子供たちは仲良く水遊びでキャーキャー遊んでいます。この映画何なんだろう。前情報がなかった僕は混乱しました。ある一つの真実にたどり着きます。キャストの一人がアウシュビッツっていう言葉を言うんですね。それで今まで気づかなかった点と点が線でつながります。あの高い壁っていうのはアウシュビッツ強制収容所の壁だったんですね。その収容所の隣に住んでいるナチスドイツの将校の家族たちの物語だったんです。全部がホロコーストものだったということにはたと気づかされます。ナチスドイツのごく普通の家族の目線で描いた罪の意識がないということこそが最も悪質な罪なのかもしれません。